私は日本の捕鯨の問題について説明したいと思う。私は日本語学部と環境科学部の研究を組み合わせてこのトピックを選びました。それに捕鯨は日本人にとってまた世界にとって大切な問題だからです。失礼します。いや別にいいけど飲んだ方がいいですか。いいです、絶対。じゃあ今度は、はい、私は日本の捕鯨問題について説明したいと思います。私は日本語学部と環境科学部の研究を組み合わせてこのトピックを選びました。それに捕鯨は日本人にとってまた世界にとって大切な問題だからです。この捕鯨問題は日本のイメージの問題だけではなく世界の環境にとって大きな影響を及ぼす可能性があります。みんなは日本の捕鯨について何かしますか？聞いたことがありますか？大体ありますね。じゃあ入れましょう、うん、1986年に国際捕鯨委員会が減少しているクジラの数を守るため研究捕鯨や原住民捕鯨のグループを除いて捕鯨すべてを違反にしました。その翌年、日本は JARPA という日本捕鯨、協会を作り捕鯨研究計画を開始しました。しかしその計画はクジラを守るための支援の活動をしていないようである状況です。まず現在の捕鯨の状況を説明したいと思います。この表には日本におけるクジラの捕獲数を表している。この表は2007年に実施された。で、縦軸はクジラの数で横軸は年間である。この表から2006年に日本はクジラ800頭を取ったことがわかります。確かに1986年から今まで捕獲数が減らしたが、その数は1987年から増えていると思います。2007年から日本はクジラの捕獲数を隠れたことになりました。だから2006年の後には情報状況がないことです。まずは歴史。日本の政府によると捕鯨は日本文化で重要な役割を担っているということですけど、例えば大月清純が書いた捕鯨の歴史という歴史書や北斎が描いたこの絵なんですけど、知恵の海ことクジラ月という絵にはクジラが出ています。このように出ています。しかし、評論家の中には理論に、疑問を持っている人が多いです。確かに日本の歴史で捕鯨が行われてきたが、実際には日本の地下近海の町でしか捕鯨がされていなかったからことです。実際20世紀に捕鯨法が発明されてきたから捕鯨が全国に普及した。つまり最初は戦争の前には日本は全国はあんまり捕鯨をしなかったということです。で、次は研究。ここでは捕鯨の研究やまたクジラを殺す必要性がないことを説明したいと思います。 JARPA は捕鯨研究計画を推進するため発足した組織です。その主な主張は科学的研究のために必要ということです。だけど World Wildlife Federation の研究者によると新しい技術があるからそういうクジラを殺さなくても、最新のクジラの生態に関する情報が分かります。 JARPA が発足された時このような技術がなかったが、現在ではその技術は
基本になって珍しくないことです。それでもなお日本は研究に行っていて捕鯨をし続けています。さらに研究のために取ったクジラは不思議にもスーパーで販売されていることです。この事実があるからグリーンピースなどの環境グループはジャーバーグは贋作と非実際的と呼んでいます。この写真は、クジラの寿司なんです。なんかどこだっけ、そこの月によく見えます。最初には経済発表したいと思います。ここでは、捕鯨と経済の関係を説明し、捕鯨業に利益がない理由を述べたいと思います。日本は捕鯨の産業は日本の近海町の経済に必要だと収集している。ジャーパによるとクジラ芸肉は1年に5000万ドルの利益が生みます。芸肉は日本で、確かに日本で消費されているが、需要はそれほど高くないことです。最近は特別なレストランで、消費されているに過ぎません。芸肉の消費者も少なくなっていました。なぜかというと若者にとって味があまり美味しくないし、高齢者にとっては第二次世界大戦を思い出すということが出ました。ですからつまり、芸肉の需要はそんなに高くはない。でもし日本は、経済に心配したかったら、捕鯨の代わりに捕鯨クジラ観光を報告するべきだ。 Worldwide Tourist Number Journal の編集者のエリック・ホイトは、世界的なウェールウォッチング産業は毎年15億ドルの利益を生むと述べている。日本が、有利な位置にある理由は、日本がクジラの回遊路から近いです。そういう観光にとってとってもいい場所ですから、もし日本は利益が欲しかったら、そういうクジラ観光を広告する方が、捕鯨よりいいことです。ご清聴ありがとうございました。最初は、入った質問なんですけど、日本の捕鯨について皆さんの意見や考えを聞きたいと思います。このことは正しいでしょうか。日本はクジラを取っていいんですかね、いけないんですかね。研究のために取っているんですが、スーパーで、結局スーパーで販売されているんですから、これは正しいでしょうか。多分その取っている数が、その海にいるクジラの数、産んでくる数よりも少なかったら、まあ、それは大丈夫だと思いますけれども、確かに日本の歴史的な文化もあると思いますから、クジラを食べるものとかもあると思いますから、まあ、それできるだけ数を減らすことができれば大丈夫だ。ではなんで日本は、そういう研究のためにクジラを取ることにしますか。なんで、文化の免許じゃなくてそういう環境の免許の面でクジラを取りますか。もしかしてそういう文化、その文化のために取ると説明したら、あまりそういう議論が出ないんですが、日本は、研究のために取っているという
ながら、鯨肉を販売してるんですから、そういう世界的に大きな議論が出ましたんですけど、それはなぜと思いますか？すみません、議論とはどういうんでしょうか？ここに書いているんですが、議論は doubt。日本はそういう研究のためではなく、食べるのためとか、他のまだ知らない。攻めているっていうことですか？え？日本を攻めているっていうことですか？ということですね。どうでしょう、ね、他の人は？かなり、コンプレックスな問題だと思いますけれども、まあ、それも食べるためとか料理のためで反対する人は結構いると思うんですけども、もし日本はそういう前の言ったんですけど、そういう原住民、インディジネスとか文化のために取る鯨を取ると言ったら、あんまり、世界にあまり問題が出ないんですけど、そういう研究のために取るんですから、こういう問題が出ます。この中には書いてあったのかもしれませんけれども、そのどういう研究にもよると思います。例えば。ただクジラのもっとクジラのことを知りたいということで、うん、それかクジラを守りたいから研究している。そうですね、多分両方だと思いますが、多分クジラの味の研究はその一つではないです。それは、まあ、確かにそうですけど、他の人は